2024年11月30日土曜日12月1日日曜日東京体育館で開催される国際空手道連盟極新会館主催第56回オープントーナメント全日本空手道選手権大会の全出場選手トーナメント体重無差別組み合わせが発表された写真足掛けからの下段付きを得意とするコバレンコ今大会は 来年春に予定される第7回世界ウェイト制空手道選手権大会の日本代表選考大会となっており実績のあるトップ選手はもちろんベテラン勢から気鋭の若手選手まで全国から選抜された選手海外からの招待選手が集い2日間のトーナメント形式で優勝を争うまた今年2024年は極新会館創立60周年 1964から2024と創設者大山マスタツ総裁1924から1994の没後30年にあたり今回が記念大会となる日本人選手だけでなく海外からも多くの選手が出場男子89名の中にはフランス、クウェート、韓国、ロシア、モンゴル、ポーランド、イラン、USA スペインの9カ国から23名が出場する。女子30名の中にはロシア、イラン、ニュージーランドの3カ国から5名が出場。エースナンバーと呼ばれるトーナメント最後の枠89番には、2020年第52回全日本王者、2022年第54回全日本準優勝、2023年第13回全世界6位のコバレンコ・コンスタンティン、総本部道場、 が位置したもう一つのエースナンバーと称されるゼッケン一番には2010年第27回2012年第29回全日本ウェイト性重量級優勝2013年第5回世界ウェイト性重量級優勝2015年第11回2019年第12回全世界8位2014年第46回全日本2位 2022年第54回全日本4位と数々の実績を持つベテランの新田昌紀、千葉海浜支部、が一置した。他には山上大輝、東京城北支部、第39回全日本ウェイト制軽頂領優勝。飯塚翼、東京城北支部、第39回全日本ウェイト制中量級優勝。ライズでプロキックボクサーとしても活躍する樋口千春、総本部道場。 第39回全日本ウェイト制軽量級優勝、ラが出場。プセウ・アントニオ、IKO。フランス、第13回世界大会4位。エキモフ・マクシム、IKO。ロシア、第13回世界大会7位。ラと拳を交える。女子は宮本真、本部直轄浅草道場。第39回全日本ウェイト制重量級優勝。 が最後の枠130番、小木南、千葉北支部、第39回全日本ウェイト星中量級優勝、が女子最初の101番となった。女子にはザベリナ・エリザベータ、IKO、ロシア、第13回世界大会3位、が出場する。